ターウォーズを知らない人、これなんだろう、バイクなのかな、タイヤないしおかしな形してるな、ミニフィグ触らせるところないんだけど、あ、ここに立たせるのかな、ダサいな。ちょうどスターウォーズ入門して2年ぐらい経つんですよね。まあ当時っていうのはね、スターウォーズ全く知らなかったっていうことなので、まあ何の商品かっていうのは全然わかりませんでした。まあ今よく見てみると、まあかっこいいんじゃないのかなと思いますね。スターウォーズのスピーダーの中でも、あの全然かっこいい方の部類に入るし、ルークのスピーダーだったり、ハンソロのスピーダーと比較しても、まあ決してクオリティも劣らないし、デザイン性もね、かなり高いんじゃないのかなと思います。後ろのレバーを回すと、ほらドアが開くんですよね。でドアの中にはほら箱が入っています。箱の中には何も入ってないって感じですね。映画だとネットを押してた記憶はあるんですけど、まあレゴではそういったものはなくて、まあ工具らしきものがついてるって感じで、反対側にはなし。下にあのスタッドシューターがね、左右に2丁ついていて、真後ろがこのような感じで、地面の上を浮いて、まあ走るっていうような感じではありますよね。でまあフラップがついていて、まあエンジンがついてるって感じですね。あとよく見てみるとレバーもあるんですよね。柄がついてるパーツはまあ全てシールパーツ、メーターもシールパーツになってますね。一人乗り取っ手があるので、レイの武器もつけてあげることができますね。ミニフィグに関してなんですけども、まあ、いろんな商品に付属してるっていうことなので、まあ、レア度は限りなく低い。まあ、エピソード7から9の中では、本当にこう、トップを争うぐらいレア度は低いミニフィグなのかなっていう感じはしますね。まあ、だけどマスクがついてるっていうのは嬉しいですよね。しっかりと髪の毛も付属してます。まあ、かなりサービスはいいのかなって感じですね。そしてこういったモブキャラもついてます。まあ、映画では存在感薄かったし、もう映画のどのキャラかすら、まあ、覚えてないっていう感じ。ですね、まあモブキャラって感じです。以上、今日はねレイのスピーダーをご紹介させていただきました。よかったらこのスピーダーに関しての意見などあったら教えてください。ご視聴いただきありがとうございます。